くだらえ、次は、平安時代初期の女性。藤原内麻呂の最初の妻で、後に、官武天皇の皇宮で女官となり、長愛を得たが、修正正式の日の一人には認められなかった。父は、飛鳥カブナドという生後医師の、河内国安宿軍を本拠とするトライ人系の下級貴族であった。飛鳥部軍は、光明皇后や飛鳥王など、 藤原氏と縁が深いとされている土地柄である。当初、公認庁にて藤原内丸の妻となり、放棄五年長男の真夏を、翌放棄6年次男の冬継ぎを設けた。冬継ぎ出産から安代出産までの間に、長継ぎが子を設けた記録がないこと、その間に内丸の別の妻が子を産んでいることから、長継ぎが宮中に出資して、 関武天皇に長愛される以前に内ちマロとの婚姻関係は終了していたとする。後に、関武天皇の皇宮で女児となる。長継を皇宮に入れたことについて、同じくだら系トラ氏族で先に皇宮に入っていた、くだらの子に騎士や木信が、一族の娘と同じように、くだら姓を名乗らせて出資させたとする見方がある。後に、天皇の長愛を受け延暦四年王子を設ける。 しかし、この巫女は母、A 次の身分が低かったためか親王として認められることはなく、親戚降下して、吉峰康代と名乗った。彼女自身も巫女を設けたにもかかわらず17位下という、低い位階で終わる。ありがとうございます。